どうも、どうも。ちょっと角度が変やん。角度が低い。ちょっと包丁さばきを見せようとしたら角度が変になったんだ。包丁さばき。はい、ライフ今日はボイル、ボイルマダコ、タコ、自分で切らなあかんやつ。アンドゥ、これは切らんで、ボイルホタルイカ、ボイル尽くしって言いながら、これを自分で切るのを買ったのちょっとこうか。そういう気分じゃないわ、自分で切る気分じゃないわけど、えらい。こうやってね、洗っていいんかな。水で、あの、何、幼虫、何虫いうの、それは死ぬらしい、知らんけど。しっかり目に洗おう。はい、そういう気分じゃないんよ、ほんまに。こんな切ってる気分じゃないんよ。っていうか、これ食べられへんとかあるんかね。そこはちゃんと取ってくれてるんやろね。えらいね、切って使わんと。こういうこの心が大切、心、気持ちが大切やね。はい、完了、完了奉行で、これをちゃんとお皿に入れる。お皿に入れるのはいいらしいね。それは、これこの年になって学んだ、60で学んだ。お皿に入れて食べよう、今だけ。はい、完成。はい、完成。バイちゃん、腹減った。はい、まあ、ただ超いい感じじゃない。はい、なんかお店屋さんみたいやね。お店屋さんやったらこれなんぼ、350円ぐらい。え、実際なんぼで買ってんやったっけ。もっと高いわ、お店屋さんやったら。はい、いただきます。タコなんか久しぶりやん。うまい、タコ。タコおいしい。募る話がありすぎてね。募る話がありすぎてどうしたらいいの。よし、ああ、ホタルイカ入ったら酢味噌で食べるんじゃないの。入ってる。タコうまい。
タコは、タコは作り以外どうやったら、あ、タコ焼きがあるな。タコに白ご飯って合えへんよね、もう食べへんよね。あった、入ってる酢味噌、安物の酢味噌、無名の酢味噌、東商店の辛い酢味噌は前話したと思うけど、これは無名やね。知らんけど怒られるか。マジックカット、どこからでも切れますって書いてある。うわ、うまそう、絶賛うまそう。これタコにつけても絶対美味しいよ。久しぶりやす味噌、お茶逃げとる。うまい。美味しい。こんなん何年ぶりや。実は今日雨模様でね、普通こんな時間5時や6時でこんな値引きしやはれんねんけど、やっぱり早さばいてまおうやれよ。うまい。焼きそばも売ってましたよ、半額で。それもなんか海鮮焼きそばとか書いておったね。めっちゃ迷ってんけど、詰めて絶対両方凍ってるけど、そこで脳みそが働くいうのはね、やらなくて。実は今日いっぱいいろいろ言ってきたんやけど、何を話せばいいの。それはそれでね、ちゃんと話した方がいいし、こんなお作りがっつくやつもおらんじゃん。
何を話せばいいの。な、教えて。ああ、今日ね、うわ、めっちゃ入ってるこれ。すげえ量や。こう、足元。今日実は近所のクリニック、あの町医者診療所いうの行ってきまして、糖尿病で。糖尿病で世話になった病院がね、あの生保やってないんで、非生保、生保なんや、非どったらこったらで、んでもう先生に紹介状書いてもらって、ほんでまあまあちょっと大きい病院にしたんですね。けどそれを町医者言うんですか、その話したら、うちで見さしてえなと言えへんねんけど、まあそういうこと言い張ったんでね、いやそうやっても先生見てやみたいな。で今日行ってきました。2回目やったんですね、今日は。まだまだ患者さん見たことない。1回目ゼロに。今日らいてへんのにだいぶ待たされたよ。もしかしていてへんの思って思うぐらい。ゼロ。前も言ってますけど、その先生はね、おふくろも親父もお世話になってる先生やから、私も世話になってるし、私はそんな病院行けへんから、8年ぶりぐらい、今回ね。お前がこうした。